皆さん、明けましておめでとうございまーす。なんと、今年のお年玉はいつもとは違います。2022年、今年のお年玉は自分の力で掴み取る。いくらゲットできるのか、自分次第だ。掴み取り大会じゃん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 。じゃーん。なんと、この中には小銭が6万円分入ってまーす。10円は入ってないよ。先に実験したんだけど、500円とかでやったら、1回掴んだらね、1万5千円ぐらいいっちゃう。で、さすがにちょっと厳しい。じゃあ3人いたら4万5千円だからさ。だから、ちょっと小銭の具合を調節して、500円とか100円とか50円とか、まあこんな感じで入ってます。麦風チャンネル。それでは今年の運試しということで、一人一回つかみ取りをしてもらって、自分の掴んだ分だけ今年のお年玉ということにしたいと思います。誰がやるってどうやって決めるの？500円がどん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 減っちゃうから、早い人の方が有利かもしれないけど、様子見たいっていうのもあるから、まあ、戦略だよね。麦ちゃんをちょっと昨日夜更かししちゃったから、ちょっと元気なしめ、元気なしめのボサボサめだけどね。麦、時間を設定したいと思います。何秒？時間は10秒。少ないよ。え、少ない？20秒ちょうだい。いやいや、10秒あれば十分だよ。10秒。10秒だ。まだ。じゃあ、ちょっとおまけしてあげよう。じゃあ、12秒。2秒おまけ。そして、掴んだお金は、お金ボックスに入れてもらいまーす。お金ボックスに入った分だけもらいまーす。落ちた分は、没収ね。1番がいい人。お。2番がいい人。はい、じゃあ決まった、ね、はい、決まった、安定に決まった。麦からチャンネルだよ。位置についてスタート。あ、ストップ、ごめん、待って、スタートしなかったんだけど、なんで？もう一回ごめん。もう一回、それでは、仕切り直し。位置についてスタート。はい、どうだ、お、いいぞ。あら、あら、あ、うえーい。お、500円玉結構取ったじゃん。4枚じゃね、取ったの。え、もう、そんだけでもう2000円だよ。うん。すご。今の感じ見てた？うん。意外にね、ちょっと、さって捕まんなきゃ、もう時間がもうない。ああ、じゃあ、絶妙な時間設定で。ほんと。第2回戦。以上。意地について、スタート。どうだ、あら、月やばい、時間がないぞ。5、4、3、2、1。あー、なんか、の、なんか欲張るから手が抜けないんだよ。でもなんか、どさくさに紛れてバシャっていったの入ったね。うん。まあまあ、入れば OK。まあ。あー、でもまあ、500円あるし。あ、やっぱ、よし、50円がいい仕事してるじゃん。そうだよ、うん、欲張りすぎると手が引っかかって抜けない。ほんともうここの幅がちっちゃいからさ。ただこれ置きてほしいもん。ダメだよ。だってフリフリするでしょ。フリフリしない。あのね、絶妙なサイズ感を選んでるの。あのね、もうちょっと広かったらでしょ。絶対みんな一番歩いてる。ちょっと待って、でもさ、2回やったら結構減ってない？これ減ってるすげえやばいな。これなんか6万円入ったのに。やばいじゃない、そんな。マジ？位置について、スタート。9、8、7、6、5、4、カンカンカーン。どうかな？あ、でも割と500円もしっかり取れて。2回戦なんでやるわけないじゃん。はい、いいよ。いや、50円がいい仕事するんだって。500円は1万円分入ってるよ。だから20枚か。ええー、これ最後に500円玉がめっちゃ残ってるはい、じゃあ皆さん数えてくださーい。お金の勉強にもなる。一番上のさ、ツッキーじゃん。多分ドサクサに紛れて、なんかいろんなものがどんどんバシャーってやったもんね。バシャーっていったね。1、あー
麦からチャンネル。麦、もうあんた今日珍しくこんなに元気がないの、すごいな。新年早々元気な、はい、これで1000円、うん、これで1000円、ね、10枚で500円で、今一応5000円いきました。いや、もうちょっと50円多くてもよかったかな。疲れたね。ね。これ700円。寝不足だから疲れてる。なあなあ。元気ない。これで4000円ね。かっちゃん、かっちゃん。そのお金なんか買ってもらうの。いやー。ん？あ、800円しかない。おやつ買ってあげるね。今。買ってもらうの。いや、もうさ、性格出るよね。いや、ほんと性格出る。ほんとに。この並べようといいさ、長女、次女、三女、やっぱ2人は似てんだな、上と下。結果発表。じゃあトップバッター長女。はい、7000と900円。7900円。わー、取られたね、予算オーバーでーす。次。ツッキー、すごいね、これね、ちゃんと並べないの？8550円ね。結構頑張った。あれ、ツッキーのが多い？うん。続いて、どうぞ。3位は、うん、5000、6000。ぴったり、すごい。6000。6000ぴったり。6000ぴったり。ああ、まあまあ、そうね、だいたい5000円前後かなと思ってたんだけど、うん、まあ、己の力で。そうだよ、掴み取った、この感じ。50円玉が意外に多かったね。いや、50円ね、もっと多くても良かったよ。まあ、いいバランスだったのかな。うん。うん、はい、ということで、今年のお年玉、結構奮発になりました。本当ね、はい。じゃあ、大事に使ってくださいね。はい。ということで、今日のはあまり出番がなかった、麦ちゃんとカルちゃん。はい。麦、元気出して。麦。昨日、夜更かししちゃったからこんな感じ。じゃあまた、バイバーイ。